こんにちは、フィル・ザ・ウィンドウです。今日はね、全然画角が違うって、これね、画角違うのも、ね、わけがありまして、一応ね、気使っている部分があってで、ありましてですね、ちょっとご理解をいただければと思っております。今日はですね、車、まあこれもね、サムネイル見ていただいて違うのはもう歴然としてると思うんですけれど、マツダのフレアですね、乗っております。なんかね、レビュー動画マツダばかりで、それはそうですよね。ロードスターがちょっとね、1日入院する話になったんで、今日はね、台車でね、フレア貸してもらえることになったんで、フレアのレビューをしてみたいと思います。前回ですね、スクラム借りたんですけれど、スクラムのね、動画、これどっちが先に上がるかな、難しいところではあるんですけれど、今回はね、ちょっとスクラムと違った評価になりますね。では行ってみたいと思います。この、チャンネルはですね、フィル・ザ・ウィンドウといいまして、もともとは風を感じる乗り物の、動画ですね、CB の400のスーパーフォアとか、PCX、ロードスターの、動画をですね、撮っております。で、その間、まあ、ちょっとした時に、こうやって借りた車の感想も、素人ながらの意見っていうんですかね、上げてみたい。まあそうですね、デミオがだいぶ多く、デミオじゃなくてマツダ2かが多いんですけれど、マツダ2ばっかり借りてたんで、今回ちょっとフレアを貸してもらうことになりました。で、フレアの前情報が全くない状態での、感想となりますので、まあ、そこら辺はね、素人のやつなんで、詳しく知りたい人はモータージャーナリストの素晴らしい賛同する意見のね、お話を聞いていただければご理解できると思いますので、実際私がロードスターに乗って台車として借りている感想なんで、そこら辺ご理解していただければと思います。こういったようにですね、いろいろ上げてきますので、おすすめに上がるようにチャンネル登録のご協力だけぜひしていただければと思います。こちらをポチッとってボタンを押していただけますと、登録できます。スマホタブレットの方は、登録ボタンからぜひちょっとご協力お願いします。で、ついてるね、今ね、映像の位置が、助手席のですね、何でしたっけ、捕まるところですねにやってて、ちょっと画面揺れがあって画面酔いがするかもしれません。今回ですね、ロードスターサイドブレーキがだいぶゆるゆるだったんで、締めてもらおうと思ったらもう伸びきっちゃってるから、ワイヤー交換しなくちゃいけないっていうのと、フロントのですね、ブーツが切れてるんで、そのブーツの修理、締めてですね、だいたい5万円相当の修理代になってしまいました。で、まあ、この車ちょっと1日借りてるっていうかね、まあ使わないからそんな乗らないんですけれど、まあせっかくだから帰りね、待ってる間とか待ち時間が長すぎるんで、帰って仕事した方がいいだろうってことで、一応自宅に帰るっていう感じですね。で、今晩、ロードスターは戻ってくるような感じになると思います。で、このフレア、初めて乗ってみた感想なんですけれど、意外や意外、これ乗り心地すごいいいですね。あまり絶賛しないところがあるんですけれど、私否定的な意見をすぐ言っちゃうところがあって、借りてるのに忖度しないっていうのがね、あるんですけれどね、これね、いいですね。で、何がいいかっていうと、軽自動車として捉えてるところからの視点でいいっていう評価になっちゃってる部分も実際正直なところあります。軽自動車ってどんなイメージかっていうと、64馬力のパワーっていうことで、まあもちろん出足が悪くて一般道でもちょっと加速が欲しいなって、まあ、特に高速道路走った時に気持ちがね、前に行くんだけれど、実際の速度は前に行ってないっていうね、そんな現象が起きたりすることがね、よく多々あるんですよね。で、それがね、正直この車は一般道ですけどね、感じてません。で、あとね、
グレードがいい車種なんでしょうかね。これ肘掛けついてるんですよ。うん、あのマツダ2にはついてなかった肘掛けがついてるんで、やっぱ肘掛け好きな私にとってはね、これもう絶賛ですね。うん、あとね、シートのベンチが、あのフロントもね、なんかベンチシートみたいな感じで、横一列に、あのセパレートにはなってるんですけれど、一応つながってるような感じですので、荷物を置いた時に自分の足元の近所にも荷物が置けたり、こう結構なんていうんですかね、狭いなりで、あのデメリットのところをメリットに変えるような工夫がすごいされてるなと思いますね。昔私もアルトの初期型ってスズキのねやつ乗ってたことあるんですけど、もうあの頃っていうのはもうあの椅子はついてりゃいいんだろうとかですね、なんかあの結構、うん、まあ安いし燃費はそんなに良くなかったんだな、2ストローク車だったから、まあいい方だしいいでしょっていうような作りの軽自動車から、今はその快適性とかですね、多分その乗っててまあ、楽しいかどうかは別としても、まあ、乗っててそのまま楽しめるっていうのかな、まあうん、あの抵抗なく、まあ、普通の 1000cc とかリッターカークラス以上の車と勝負ができるような作りになっているような、気がしないでもないですね。うん、まあ、そういったところがね、私のファーストインプレッションです。そんな感じで乗っております。でね、それをねカバーしてくれてるのが、乗る寸前にね説明受けたんですけれど、あれですね、なんとなくハイブリッドみたいな感じの、あの全然説明受けてないというか、細かいこと知って乗ってるわけじゃないんでね、あれなんですけど、初速、どうしてもね出足が足りない時とかにモーターで、あのそれをこうターボの代わりに、まあ、なんていうのかな、力添えするモーターが入ってるみたいなんですよ。まあ、アシストみたいな感じなんですけど、ああ、今映ってるかな、これ。うん、あの、電池マークからタイヤに映った。で、回線になると、これ充電に戻るってことで矢印が出てるんですよね。あ、これ結構見てると面白いな。で、こんなの見たら事故起こしたから良くないんですけどね。そんな感じになってますね。エンジンのパワーでタイヤを回してるよ。電気でもタイヤを回してるよっていう、こういろいろ印がついてますね。そんな感じでやってくれてるみたいなんで、そこら辺がね、あのやっぱその 660cc の辛いところを、補ってくれてる装置みたいで、これがまたすごいいいですね。まあ中は全部スズキなんですけどこれすごいなと思いますね。1300とかの車は、まあ、正直この変な言い方ですけれど、マツダの中で 1300cc の車買うんだったら、ディーゼルじゃなければ、まあ、ガソリンだったらこのフレアで十分じゃないっていうような感じがしないでもないですね。これちょっと高速乗ってみないと何とも言えないところもあるんですけどね。うん、エコ運転で都内のね信号の多いところのストップアンドゴーしか走ってないから、その中では都内走る分には十分かな。うん、そんな感じがしますね。なんとなく装備なんですけれど、これなんかシートヒーターもついてるみたいで、あの一応ね、あのこう信号待ちの時にいろいろ見渡してみると、いろいろついてます、もちろんエアコンはついてますけれど、横滑り防止装置とかですね、エコな走りをするマークかな、うん、それと、スポーツモード、スポーツモードはね、これここのシフトのところにノブのところについてるんだけど、押すと、わあ、これだ、これ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 、うわ、これなんかリッターカーと同じぐらいの走りになるんだけど、うん、悪くないですね。ただこんな渋滞のところで使ってもしょうがないんですけれど、うん、いい感じですね。で、シフトノブのところについてる、まあ、シフトノブというかね、オートマチックのそのシフトのところは、通常の一般的なオートマチックのギアですと、
DSL とかで、今押したね、スポーツモードのボタンのところがオーバードライブだったりすると思うんですけれど、これ CVT だと思いますね。後でちょっと調べてコメント入れますけれど、DL しかないんで、ちょっとね、そこが不安かな。あの、エンジンブレーキを私はなんかマニュアル車に乗ってる癖があるんで、ちょっと使い倒すっていうかね、まあ、アテンザのオートマ乗ってた時もそうなんですけど、5速の、やつでティプトルを入れて、4、3って回しながらコーナー曲がったり、なんかそういうことしちゃう人間ではあるんで、マニュアル癖が残ってる人間ですから、私にとっては若干、そこが一抹の不安を感じるとこでもありますが、正直、この車にそんな走りを求めちゃいけないんだと思うんですよね。まあ、そういう車だと思いますからね。それで考えるんだったら十分 CVT でいいんじゃないかなと思います。でね、荷室の広さなんですけれど、4人乗っちゃうと多分荷物は乗せられないと思うんですが、まあ要は 1300cc とかの車に比べてっていう話で考えるとですけれどね。そうですね、狭いです。トランクは狭いっていうか、まあもうないに等しいなのかな。まあそこら辺がね、リッターカーとか 1.5 リッター以下の車と比べるとちょっと足りないところでもありますが、セカンドシートですね、要は後部座席に関して、一般車両より足が伸ばせるぐらい広く設計されてるんで、これはあれですね、子供の送り迎えとかお母さんとかが乗ったりするときに、子供が後ろで狭い空間を感じないで余裕を持って座れるっていうメリットがあるんじゃないかなと思います。まあ、逆に多分シートスライドするんじゃないかな。荷物が多いときとかは、後部座席のシートを倒して、荷室にしてしまうっていう技があると思うんですけれど、多分それでクリアしちゃうんじゃないかな。まあそれ以上求めるんだったら、多分スズキでいうとエブリー、マツダで言うとスクラムになってくると思いますね。そんな感じの車になってるんではなかろうかと思います。まあ逆にどうなんだろうな、荷物って、まあロードスターの時のトランクのお話しましたけれど、日頃そんなに乗せないんで、逆にフレアのこの感覚っていうんですかね、シートの広さの方がいいんじゃないかな。あのハンドルとかで、ね、あの運転席で座って作業するっていうことを考えると、もちろんそこら辺はね、この広さで十分なんですけれど、例えば、昨今ですね、営業マンとかが、まあ、営業者として使うっていう話になってきちゃいますけれど、あのパソコンを広げたり、例えば、タッチパッドですね、まあ、iPad とかですね、そういったものをですね活用しようとしたときに、どうしてもちょっとハンドル周りとか邪魔になったり、まあ、あとはですね、車の中で何かちょっと食べようかなと思って一人で運転してるときとかだったら、後ろに移って広いところで食べた方が多分食べやすいと思うので、そういったところも考えると、このシート の, あの感覚っていうのはいいのかななんて思いますね。で、あとはお値段ですよね。ちょっと値段の全然分かってないんで、これ値段、この値段だからいいっていう感覚は全くなく話してますんで、まあ、きっとってことで話しますと、そうですね、まあ、1300とか 1500cc、1500までいっちゃうと結構ちょっとパワーがあるからね、比較にならないところもありますけど、リッターカーとかと比べて考えると維持費と多分それよりかは安いと思うんで、十分こっちの方が軍配上がるんじゃないかな。なんかね、やっぱりなんていうのかな、まあ、都心でもまあ軽自動車もちろん多いんですけれど、郊外ですよね、あの電車で移動するライフスタイルじゃないところは今どうなってるかっていうと、まあ、一家に一台っていう車の使い方じゃなく、一人一台っていう選択肢があって、で軽自動車も盛んに、もうね、旦那さんも軽だし奥さんも軽だしみたいな乗り方されてるっていうのかな、要は通勤に使ってる車として捉えてやると、
まあ、2台も3台も持つとやっぱりその維持費が大変だからとか、まあ、あとガソリン代ですよねが大変だからってことで軽自動車を複数台持ってる家庭っていうのが多かったりしますよね。であとは例えばまあね3世帯で住んでておじいちゃんもいる場合はそのおじいちゃんが例えばちょっと大きめで家族全員で乗れる車みたいな乗ったりですね、まあ、そういう乗り方してる家庭が多かったりしますよね。要は距離が出るとやつは軽で距離が出ない乗り方してるところは、まあ、長持ちさせるってことも含めてだと思うんですけれど、まあ長距離とかも走って疲れない、複数人乗りっていうかね7人乗りとかの車とかねそういうなんかライフスタイルを送ってる人たちにはねこれも絶好の車かもしれないっていうかねなんとなくそう思えてきますね、うん、まあ仕事からちょっとね郊外で仕事してるもんですから、思うにそういったところも含めて考えるといいかもしれないですね。うん、実際加速もそんなに悪くないからな、うん、昔の車検の時に鈴木、まあ、マツダで借りてない時ね車検とか出してなかった時は鈴木の販売店やってる身内がいたんでねよく鈴木の軽自動車ね台車で貸してもらってたんだけどなんかその時の感覚ですね、うん、面白く乗れる車でもあるんでその、うん、やっぱ物によって軽って魅力が違いますね、うん、スクラムはねちょっと運転しづらかったのもあったんですけれどこの車はいいじゃないですか、うん、それとねあとね、マツダなのにマツダのあのナビとかそのモニターがねついてないっていうのがまあやっぱスズキからあの OEM 供給してるっていうのもあるんでしょうけれど、うん、あるケントのナビがついてるってところがちょっと面白いところですよね。マツダ車なんだけどケントの、うん、まあロードスターからね全てあリモコンっていうのかな、まあ、有線のリモコンですよね、コンソールとか、まあ、その真ん中のところについてる、操作ボタンで操作していくっていうやり方をしてる統一感があるんですけどそれはねやっぱないんですよねこれだからそれもあってかなうんやっぱなんかこっちの方がいいなうんハンドルとかも含めた上でそう、うん、あもうハンドリングもそうだしなただこの幅でこの高さまで出ちゃってるんでまあ慣れてない私にとってはうんふらつきがちょっと気になるかなってぐらいかなうんいやでもね十分だなこれうんいいですようん ETC もついてるしとか後付けだと思いますけどあとね、コンビニの買い物とかした袋をゴミ袋にするためのそのコンビニの買い物のフックもついてたり、いろいろついてますね。うん。スクラムとかは逆に言うと、このね、ルーフのところに荷物が入るところもあったり、いろいろこう、工夫はされてますけれど、これはないけれど、その分、うん、シートアレンジ、まあシートもそうだそうけど、いろんなところにね工夫されてるところがありますね。うん。ただお財布入れるところがないね。ドアのところのあのポケット、ドアポケットはね、これはねダメだな。細すぎる。うん。あのクリアファイルとかだったら入るんだけれど、まあ奥様方が使うようなちょっと厚めの財布を入れて。ちょっとした買い物行こうっていうのは難しいですね。スマホが入るぐらいかな。でもスマホを入れたら取るの大変だなこれ、そんな感じでございます。今日はですね、長々渡ってで足りないところはね多分写真撮ったりちょっと参考映像で出店で撮らせてもらってやらせてもらうと思うんですが、やらせていただきたいと思います。多分ね運転席周りっていうより中央のインパネ中心に映ってると思うんですが、ご理解のほどよろしくお願いします。そして、またロードスターと、CB とかそのオートバイのね動画に戻ってきますのでそちらの方も、これを初見で見ていただいた方は見て楽しんでいただけると合わせて嬉しいなって思いますのでぜひそちらの方もご覧いただければと思います。
最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ではまたね。見えてるかなって。